はい、皆さんこんにちは。熊本在住の発信型グラドル山内ゆりです。突然始めますこのコーナー、山内ゆりの今日は何の日ってことで、本日2020年の9月21日月曜日は、皆さんご存知ですか？ご存知ですよね。敬老の日、本日は敬老の日でございます。毎年21日っていうわけではないんですけどね、覚えてますかね皆さん。昔は9月15日だったんですよね、敬老の日って。それが、2003年の法改正でですね、9月の第3月曜日となりました。これ若い子は知らないでしょうね。もともと9月15日からですね、2003年に9月の第3月曜日となりました、ですね、長年にわたりですね、社会に尽くしてこられた、老人を敬愛し、長寿を祝う日となっております。皆さん何してますか？毎年ちゃんとおじいちゃんおばあちゃん敬ってますか？山の内はですね、毎年同じ県内には住んでるんですけど、おばあちゃん、ちょっと離れているので毎年ですね、お花とお菓子を、送っております。おじいさんおばあちゃんね、もう私ぐらいの年になると元気でいてくれるだけでね、本当にありがたい。皆さんおじいちゃんおばあちゃんにね、何したのかな、気になりますね。おじいちゃんおばあちゃんの長寿を、祝ってですね、皆さん仲良くしましょう、自分のおじいちゃんおばあちゃん。だってなかなかね、会うことがないんですよね普段。一緒に暮らしてる方は毎日会えますけど、やっぱだんだんちっちゃい頃に比べてね、おじいちゃんおばあちゃんに会う機会が少なくなってきましたけど、これからもおばあちゃん元気でありますように。はい、皆さん、老人をね大切にしましょう。私たちもいつかね、敬老の日に敬われるようなおばあちゃんおじいちゃんを目指していきましょう。はい、ということで、他にですね、今日あった9月21日に起こった出来事としましては、そうですね、昭和57年、1982年に、横綱北の湖が通算873勝を達成、大鵬の記録を抜き史上1位になる、当時の、1位ということで、はい、このぐらいかな大きなニュースとしては。そして今日が、誕生日の有名人は二階堂ふみさん、おきれいですね、皆さん大好き二階堂ふみさんが本日9月21日誕生日ということです。はい、9月21日生まれの皆様、本日も誕生日おめでとうございます。今年1年さらに幸せな年となりますようにということでですね、9月21日の山内ゆりの今日は何の日でした。ありがとうございます。また明日もよろしくお願いします。